皆さんはご自分で撮った写真を売りたいと思ったことはありますか？もしそれがとても簡単でお手軽にできるとしたら、方法を知りたいと思いませんか？やり方は動画の中でお伝えしますね。こんにちは。素敵な生き方、みなチャンネルのみなです。政府は働き方改革に取り組む中で、副業についても推進の立場をとっています。このチャンネルでも、メルカリやココナラ、またストックイラストのやり方などを解説してきました。多くの方が副業に関心を持っていらっしゃる一方で、ちょっと難しそうだから、なかなか最初の一歩が踏み出せないんだよねという方もおられることでしょう。確かにメルカリやココナラですと直接お客様とやり取りすることがあるのでハードルが高いと感じられたり、どんな絵でも大丈夫と言われても、そもそも絵なんて描いたことないよと言いたくなったりするかもしれませんね。そこで今回はスマホ1台、インスタ感覚でお金になるスナップマートを使ったストックフォトについてご紹介します。やり方はとっても簡単です。アプリ登録から写真投稿のやり方まで解説します。どんな写真が売れやすいのかのアドバイスもさせていただきますので、今日もぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは素敵な生き方に関心のある方々に向けて、お金に困らないで心豊かに、そして健康に生きていくためのヒントになる情報を発信していますので、ご覧いただきいいなと感じていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。以前の動画、ストックイラストの始め方では、イラスト AC というサイトを通して、ご自身が描かれた絵を販売していく方法を解説しました。まだご覧になっていらっしゃらない方は、ぜひ概要欄からこちらの動画もご覧ください。今回ご紹介するストックフォトは、描いた絵ではなく、ご自身の撮った写真を販売していくというものです。写真撮影に使うカメラは、一眼レフなどのしっかりしたものでなくても大丈夫です。本当にスマホで写真を撮って、その写真をアプリ経由でアップロードするだけという、やることはとてもシンプルなものです。それでは早速、スナップマートの使い方をお伝えしていきます。まずはスマホを開いて、アップストアやプレイストアに行ってみましょう。検索窓に、スナップマートと打ち込んで検索してみます。検索結果の一番上にスナップマートアプリが表示されたでしょうか。では、インストールしてみてください。インストールを終えてアプリを立ち上げるとこんな画面になります。写真を売るには登録が必要です。Facebook かメールアドレスでの登録になります。メールアドレスで登録を選ぶと、入力したメールアドレスに当てて証明用の URL が届きますので、その URL をタップするとメール承認が完了し、晴れてスナップマートを使うことができます。トップページはこんなデザインです。スナップマートで写真を売る方法は2種類です。一つはコンテストと呼ばれる方法です。画面下の王冠マークをタップすると、現在開催されているコンテストを見ることができます。入賞作品には数百円から数千円の賞金が支払われます。気に入ったコンテストがあって、出品してみようかなと思われましたら、そのコンテストのバナーをタップすると、コンテストの詳細を見ることができます。
出品するには下に赤く出ている募集内容に同意してコンテストに応募をタップすれば出品作業に入れます。スナップマートで写真を販売するもう一つの方法はマーケットプレイスに出品することです。これはご自身の撮ったどんな写真でも自由に販売できる場所に出品するという方法です。画面下の星マークセレクションをタップするとこんな画面になります。たくさんの写真が出品されていますので、どんな写真が売れ筋なのかここでじっくり見てみるのもいいかもしれませんね。ここに出品するには画面下星マークの隣カメラマーク出品をタップします。するとご自身のスマホ内に撮りためられた写真を選ぶ画面に切り替わりますので、その中から出品したい写真を選んでみてください。スナップマートは他の多くのフォトストックサイトと違って他社からの審査が入りません。ご自身でルールを守って出品していただくことを確認するために3つの欄にチェックを入れます。ここで確認するルールは、1、他人が撮影したものではないこと。2、特定できる人物が写り込んでいる場合にはその方からの許可をいただいていること。3、撮影許可が必要な被写体が写っている場合はその管理者から許可をいただいていることの3点です。チェックを入れると画面下に赤くアップロードすると出てくるので、タップすればサイトへの写真アップロードは完了です。出品の作業に進むをタップすると今アップロードした写真に出品準備中と出ているのでそこをタップします。写真詳細の説明を編集する画面に移りますので、題名をつけたりコメントを入れたりします。タグというところがありますが、ここには最低3つはこの写真を特徴付けるタグをつけなければなりません。ただ写真をアップロードするとサイト側で写真を解析してその写真に適当なタグをいくつか自動的につけてくれますから、あまり心配する必要はありません。多くの方に見つけてもらいやすいように自動でつけられたものに加えてその写真にふさわしい新しいタグを足しておくと良いでしょう。ここに特定できる人物が写り込んでいる場合にはモデルリリース、肖像権、使用許諾書が必要となります。取得方法についてはサイト内でも説明されていますが、まずはお手軽にこのサイトを使うために写真撮影になれるまでは人物が特定できない写真からアップロードすることをお勧めします。これで写真のアップロードは終了です。あとは写真が売れるのを待つばかりです。どうですか？簡単ですよね。本当にちょっとの手間でできますから、皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。スナップマートでは多くの写真販売サイトと同様、写真の値段を自分でつけることはできません。出品者にはメダルレベルというものがあって、このレベルを上げていくことによって報酬額が上がっていきます。基本的に出品数や販売枚数によってその単価は上がっていくのですが、サイトを使い始めたばかりだとそう簡単にはランクを上げることができませんよね。ですが初心者でも簡単に獲得できるメダルが3つありますので、サイトを使い始めたらまずはこれだけはやってみてください。その一つは本人確認です。運転免許証や健康保険証で簡単に行うことができます。現在はまだマイナンバーカードでの本人確認には対応していないようですので、その点はご注意ください。二つ目は名前、住所、連絡先の登録です。そして三つ目はタグとコメントの両方がついた写真を10枚以上出品することです。これだけで
報酬額は 5% 上昇しますから、やらない手はないですよね。では、最後に肝心のどんな写真が売れやすいのかについて、ちょっとしたアドバイスをお伝えします。ストックフォトサイトでは、個人的に楽しむためではなく、何かの商売や宣伝、広告などで使うために写真購入をなさる方が多いようです。ですから、一般的に私たちが綺麗と思うような写真でない意外な写真が売れ筋になっていたりします。人物写真は先ほどもお伝えした通り、肖像権などのハードルが高い分、チャレンジしにくい反面、売れやすい傾向があるようです。顔が写っていなくても、手や足、さらには少しぽっこりしてしまったお腹なども、場合によってはダイエット関連の広告などに使われたりしますので、需要があるようです。また構図としては、ど真ん中に主題になるものを写すのではなく、文字を入れるスペースとして片側を少し広めに取っておくのもいいかもしれません。さらに、何の変哲もない食器や文房具、家の外壁なども意外な使い道があって売れることがあるようです。ですから、他の方が撮っていないようなものを写してみるのもありかもしれませんよ。ということで、今日はストックフォトのやり方、スナップマートの使い方についてお話ししました。もちろん、写真を本業にして食べていくとなると、本当に大変でしょう。ですが、ちょっとしたお小遣い稼ぎ、趣味と実益を兼ねてということであれば、いかがですか？手軽に始められるストックフォトは、挑戦してみる価値があるのではないでしょうか。スマホをお持ちの方であれば、特別な機器はいりませんし、時間も手間もほとんどかかりません。皆さんもぜひこのストックフォト、その手始めに、スナップマートを使った写真販売にチャレンジしてみてくださいね。いつも皆さんが見てくださっていること、本当に励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画まで、皆様お元気にお過ごしください。